この中で、2人、ね、我こそはっていう人にね、ちょっと意見聞きたいんですけど、中3の時、今から1年前とか2年前とか、ね、中3の12月、今11月、ね、その頃って、三者面談でさ、先生とか親父さ、早く進学先決めなさいって言われて、ね、困ってた時期のこと覚えてますか？その頃に思ってたことをちょっと今の中3にね、こんな風なことを考えてたけど今幸せだよみたいな話を教えてあげたいわけ、ね、結構切羽詰まってると思うのよ中3って、ね、ほんで修功高校に決めましたよっていう進路決めた瞬間ってあるじゃないですか。それって覚えてたらば、こんな何月頃こういうポイントで決めましたって、それは覚えてるね、言ってくれる人いないかな、それは覚えてます。2人くらい行きます。はい、お願いします。あ、この普通喋ってるんですか。自分決めたタイミング、夏のオープンキャンパスの時の部活動体験で、あ、来たのね。来て、当時の3年の方々がそのライブ通貨のバンドを演奏して、もうすげえなーと思って、そっからその時ちょうど自分もライブ個人でやってたりしたんで、ああ、平和もあるしちょうどいいなみたいな感じで、そこでもう部活で中高決めたって感じ。なるほど。でもそこで一択、迷いなし。ほとんどないです。あ、ここの同じ意見の人いますか？いや、それもあるよ、他にもある。他にもある。他にもある。はい。アルバイトが OK。アルバイト OK の高速。大体的に言ってるのが週5ぐらいしかない。はい。まあ大体ダメだから。そうか。他の高校って、今のバイトしちゃダメだ。ダメですよ。ダメですよ。バイトはしてる。長期期間だけみたいな。バイトすると、社会の仕組みよくわかるよ。わかりますか？まあ俺逆に言うと、俺これ社長なんだ、こういう。見えっぺよ、社長に。いやあ、俺55だから、友達社長100人なのよ。みんな会社やってんだよ。ここ25かけるんで。ね、ほんで、その社長100人アンケート、社長100人アンケートすると、バイトしたことね、社員なんか使いたくねって言うの。ゲームなバイトしよう。わかるでしょ。バイトしよう。バイトしよう。そんな感覚わかるでしょ。めだ。例えばセブンイレブンでバイトした子なんかめっちゃ聞くしさ。挨拶できるしさ、会社入ってきた時に全然一歩リードしてるの。高校ロスのマックとかマックなんかめっちゃ社員教育するんだけど、ブラックですよね。まだ、あの日本一のチェーン店って声出てない友達が働いててめちゃめちゃ声出てたのって思う。すげえな。バイトはあのお金にもなるし経験値が上がると思う。レベル2にですよ。人間性が自分のレベルをなレベル2、レベル3って上げなきゃいけないやっぱ学校の先生と親としか会わないやつにやべえと思うよ、うん、世の中いろんな大人が行ったらそういう人と絡んでな変なやつっていうのもそんなのもいるし、うん、そうすると就職したり進学する時にも、ね、レベル2に上がってる状態になってると思うから、いいいいバイトできる高校、これ絶対中3刺さったやついると思う。バイトはマジでいいよね。社交も結構もう3、4割ぐらいしてる。結構してる。だってさ、原価ったりさ、ね、自分でやっぱお小遣いでやればいいもんね。はい、そうです。出費が本当に。足んねえよな。学区だってスコアだって買わなきゃですな。あれさ、ボンボンよ。あれさんは、あれさんは、お嬢なの？お金ください、お金。いや、そんなないですね。マジマジ。お金くださいよ。最低常に10万入ってるみたいな。まあ、こう言ってんなわけですけど。全体だと男女比は何人なの今の女子。女子がいないです。女子4です。女子4。3年生が、3年生3人で、2年生が3人だから、5人。5だった。女子5。女子5。最近入りました、私は。女子5。そうなの？最近、何、満を持してデビューするの？今年満を持して、やっぱもうアドみたいに。歌ってみたい。アドさんみたいに。最初は歌だけやろうと思ったけど。ほら。なんか歌だけだとなんかアドさん系。なんかギターやろうかなと思ってバイトしてるしいいかなって言ってギター自分で買って始めて最高楽しい。最高楽しい。やっぱ軽音ってさなんかいいな、その自分で自己表現できる世界だね。そう、歌とか楽器とか、そういうものがいいかな。中学生、高校生になったらさ、バリバリ自己表現してる先輩だぞ先輩な。だから、ここにいるのは3年生で、あと2年も。2年生。1年も見えて。LL だな。も見えて。LL って。態度 LL って。ああ、そういうこと。
すごいよ。あのさ、つことは中3生見てるやつと1年しか変わんねえじゃん。ですよ。なあ、だから1年経つとこうなるぞっていうやつ、ビフォーアフターみたいなもんだから。え、やば。やばい。やばい。中3やばいことしてた。やばい。やばい。やばい。教育。絶対さ、あるじゃん。高校行ったら何したいなみたいなさ、中3の時のなんか青い感じのやつあるじゃん。青い花だ。青い花です。青い春な。だからそれが叶うぞ、みんな修功高校受験しろ。あれ、ここイエーのとこだべや。イエー、もう一回行くぞ。修功高校受験しろ。イエー。ほんと部活は軽音一択。もちろん。それはもちろん。軽音だけしか勝たない。軽音だけしか勝てねえ。もちろんだよ。軽音しか。っていう動画ですね。こんなの誰見んだとかって思うけど、案外再生するから、ね、うん、ちょっと待ってね、早めに編集するからさ、はいはい、ね、ほんで、あと合成する素材も早めに送って、はい、俺の今メアド置いていくからさ、はい、ね、よし、そんな感じでやってます。ほんで、今日いないメンバーもまた話聞きたいから来たいんですよ、ね、だいたい毎日ここの部室にいる。だいたい毎日。毎日もいない。本当に来ない人がもう結構バイトとかで被ったりとかしてるから、うん、そうか。あともういる人は毎日グレーブイの人が2人、うん、でも言ってくれれば多分予定合わせてバイトの時間とかずらしてくれたり。そうだよ、ね、そしたらその時にちょっと軽く音鳴らしたりとかっていうことも、うん、した。